こっちをさばいていく。鱗取ります。卵おらんやろね。いや、おるでしょ。おる？もうおるでしょ。いや、おらん。ほらほら、卵入ってないで軽いの。あーね、あら、どうだったの。え、やり方忘れたんですか。いや、頭を、エラを切れに取ろうと思ってね。わかる？頭、どうせいるやろ、あら。あ、ですね、こっちなら美味しいですよね。でしょ。はい、ちょっと考えよう、一瞬。それを超えちゃうですね。ええやろ。はい、まあまあ。いや、まあまあとかね、最高ですね。え、期間系、今のこっち。マジですか。全然いいか、多分。まあ、水温が低いけど。ああ、でしょうね。あ、全然いかんようやけ。あ、これ見て、いいだこ食べてる。見て、いいだこ。すげえ、こいつら、なんでも食うね。はい、内臓が開きました。内臓が開きましたよ、お腹を開けましたよ。今日8本ですか。なら8本でしょ。ここ軟骨を切ってる。軟骨切れ、このおちょこの軟骨を疲れちゃう。スパッと切らんとかっこ悪いですよ。はい、すいません、はい、いや、骨がね、すげえ硬いんよ。見てん、このここ一番うまいとこだよね。形があれでしょ、変わる系、あれ、うん、切りにくいでしょ。食べていくよ、下ろしていくよ。
年初ですね。うん、こっちは。いやさ、最初全然釣れんやったんよ、ちょんちょん情報で。じゃけ投げたいな。はい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 。一撃で。マジっすか。ダスティングしてちょんちょん巻きしたら。はいはいはい。塩は動きよらんかったよ最初。はい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 。確かにあのバーチカルで釣れるときはもう真下がいいでしょうね。真下がいいんやけど動きおらんけしょうがないわね、うん、投げるし。冬が悪いときは多分広範囲に、うん、うん、多分ワームのこう横移動に反応してくれるんかも。ちょんちょんやったら縦だけでしょう。ですね。あ、なんか言い訳しようですね。中骨まで行ったらこうやってちょっと包丁をこっち側に向けて、また折れるけね、包丁折ったけね昔の動画で。よし。あ、どこまでしょく？あ、あ、あの三枚おろしまでで。ここで、ここで。はい。あ、これどっちがどっちやったかね。こっちが大きいかな。一個ずつ持って帰ろうか。いや、桜さん大きい方。いやいやいや、一匹ずつ、片身ずつ。え、これこのままで、ね、いいっす。腹びれ掴んで。あ、それはちょっと上ですね。あ、あ、あの中骨あの抜いた方がいいですね。あれが一番目。皮る皮取らんじゃ抜けんよ。あ、そういうことですか。うん、はい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 。あ、皮もう取っちゃきますか。それそんな味変わらないでしょ。うん、こっちは。まあね。取っちゃく。いいっすか。いいですか？すごい嫌そうな。ああ、嫌っすけど。まあこれは自分ちで食べるんやけどね。ちょっと軍手したままやらせてもらうよ。いいですか？ねえ。はい。全然いいですよ。僕は。こっちはこっちの皮引きは頭側から引いた方が綺麗に取りやすいです。よいしょ。ちょっと洗うよ。はい。さっと。やっぱ水道水は殺菌効果があるんですね。で、水分をしっかり取っていきます。で、これ骨抜けってよ。ねえ。いいですか。は？鬼やね。いや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 。鬼。鬼じゃん、ほんと。これほんと、ビタやけ抜けられへんよ。ほら。あ、そっかそっか。これ、明日抜いてやろ。どさんさ食うやろ、これ。え、今日でしょ。もう食う。はい。マジ？はい。そっかそっか。ビタの時はあれなんですよね。死んだら抜きやすい。はい。顔取らんでえじゃん。こっち取っちゃってこっち。ああ、そうそうそう。こんな力んだ顔取らんでやろ。今のはちょっと入れちょっとくださいね。はこう手で確認して骨の残ってないか確認します。
刺身で煮ていきます。早くお酒飲みたいけ、泡出ちゃう。なんか言い訳してますね。いえいえ。ビタやけ、しにくいんだよ。すごい身がビタなのが分かりますね。プリプリしちゃうよ、これ。プリプリしちゃう。統制だね。統制だ。統制だ。これここ半分で瀬戸原に。ああ。いやでも大きい方がいいでしょ、一切れ。え？最初すごいちっちゃいじゃんこれ。まあ絵はね自分次第だけど。よし、どうでしょうか。何点？何点？70点。かしい。こんばんは、マミチャンネルです。いやいやいや、違うやろ。はい、今日釣ってきたこっちです。ここは子供が食べました。早速いただきます。初物のこちら美味しい、コリコリです。今回の動画はいかがだったでしょうか。こち65センチやっちゃいました。今年の初物のこちでした。今からどんどん釣れていくんで、皆さんもぜひ頑張って釣ってください。それではまた、バイバーイ。自分ばっかり釣れてヤシじゃん。